光古戦場に向けて、マグナの目標編成について紹介します。軸は大きく分けて2つあり、それは守馬剣編成と炎の柱の栗確定編成です。しかし、炎の柱編成は渾身に依存しているので、HP が減ると火力が大幅に下がりますし、HP も漏れないので守馬剣編成に軍配が上がります。グラブルは9周年を迎えましたが、光マグナは未だに守馬剣が現役です。例えば、こんな感じの編成になります。守馬剣を4本とか5本入れつつ、コスモス剣で上限を、そしてミーレス剣で大幅に火力を補強でき、この編成だと剣が9本も入っているので、EX 工人 72% のバケモン武器となります。また、守馬剣はゼウスのカゴが乗る通常工人を持っていますが、これに六竜石の流王のカゴも乗ってくるんですよね。ですので、光は他の属性と違って、マグナでも六竜石の恩恵を大きく受けることができます。ドロップ武器だとこれぐらいで、ここからはガチャ武器を入れて発展させていきましょう。一番よく使われるのが、約定武器のハルモニアです。約定武器はマグナのカゴも神石のカゴも乗らないので、どの編成にも必ず入ってきます。例えばこんな感じの編成になります。ハルモニアは装備していることの数だけ攻撃力が上昇するので、守馬剣よりも守馬琴の方が火力が高くなります。この編成では、ハルモニア2本、守馬琴2本、天使武器の合計5本のことが入っているので、最大値の EX 工人 80% まで盛ることができます。また、ハルモニアは1本でも強いのですが、2本の時みたいに守馬琴を入れて琴染めするよりも、守馬剣&ミーレス剣を入れた方が HP も火力も漏れておすすめです。さて、守馬剣の特徴は、火力と HP を両立できるということで、両面マグナにすると HP が簡単に7万とか8万に到達します。ですので、よく聞かれる質問として、HP を増やしやすい光マグナで流王拳はどうなの?というものです。流王拳は、ワムオノと同じく、最大 HP が多いほど攻撃力アップ、防御力アップ、ダメ上限アップするので、HP を増やしやすい光マグナと相性がいいというわけです。しかし、私は光マグナで流王拳を突る必要はないと思っています。その理由ですが、まず、両面マグナの守馬剣染め限定であり、片面では使われませんし、ゼウスに移行したとしても運用のハードルは高いです。そして、流王拳を編成に入れるということは、1枠開けるために、守馬剣が編成から抜けて結局 HP が下がるんですよね。以上より、流王拳を突ったとしてもコスパが非常に悪いのでおすすめしません。結局のところ、光マグナは、守馬剣、ハルモニア&守馬琴を軸に編成を組むと良いでしょう。昔からあまり編成が変わっていないので、すでに完成している人も多いのかなと思います。チャンネル登録と高評価よろしく、それでは、